フラニオ・ヨ・ツジマン、フラニオ・ヨ・ツジマン、フランジョ・タットマン、1922年5月14日から1999年12月10日は、クロアチアの政治家、初代クロアチア共和国大統領、生は、ツジマンとも表記されることもある。ザゴラ出身、第二次世界大戦中に共産党に入党、パルチザンに参加、1961年、 上級大将の階級で、ユーゴスラビア連邦軍から退役後、ザグレブ労働者運動大学学長に就任。1965年、ザグレブ大学で博士号を取得したが、クロアチア民族主義運動へ参加した容疑で1972年と1981年の二度逮捕、され、軍の階級と勲章を剥奪された。1980年のヨシップブロズッチ投資後、 ユーゴスラビア連邦の中核であるセルビア国内では多民族国家を構成するユーゴスラピア連邦にあってセルビアこそが連邦を主導しクロアチアスベニアマケドニアを統治すべきというセルビア市場主義を唱える排外的な民族主義運動が高まり始めたこのセルビア国内での民族主義運動の高まりによりセルビアボスニア各地からセルビア関係の圧力によって 多くのクロアチア人が家や職場、学校を追放され難民化し、祖国クロアチアへ流入した。この数多くのクロアチア人難民の絶大な支持のもと、辻マンは持ち前の行動力と政治力を武器に1989年、極右、排外主義的なクロアチア民主同盟を創設、クロアチア独立運動の指導者として、頭角を表す。 さらに続く1990年に実施された自由選挙では、独立を希求する多くの国民の支持のもと、HDZ は記録的な大勝利を収めた。この結果、トゥジマンは HDZ が大多数を占める議会により、初代クロアチア共和国大統領に選出される。大統領に就任したトゥジマンは、事実上の独立宣言とも言える。 クロアチア民族の自治権に基づくクロアチア人のための純潔国家の樹立を内外に宣言。この宣言にクロアチアは連邦内に止まるべきと主張し、クロアチア独立に反対するクロアチア共和国内のセルビア人組織は強く反発した。結果として、セルビア本国の民族主義者より支援を受けたクロアチア共和国内のセルビア人組織は、クロアチア共和国内に新たに、 クライナ・セルビア人自治区と東スラボニア・バラニア及び西住むセルビア人自治州という二つの自治国家を樹立し自治国家内に居住する多くのクロアチア人住民を国外へ追放初期段階における民族浄化、トゥジマン政権と対決した1990年12月21日、トゥジマン政権が提案し共和国議会の承認を経て クロアチア共和国憲法が改正された。この改正は、ユーゴスラビア連邦からの離脱権、クロアチア人の民族自決に基づく、クロアチア人国家の創設等を明記していた。中でも、クロアチア文化に基づく統合政策、主な内容としては、共和国内に居住する非クロアチア人も、クロアチア語公用語として使用すること、セルビア正教、ムスリムの信者は、 ローマカトリックへ改修すること、クロアチア共和国へ忠誠を誓わない者に対して、クロアチア共和国発行の身分証明書を発行しない等は、クロアチア共和国内に存在する二つのセルビア人、自治国家、いわゆる二重国家体制の解消を意図したものであったが、共和国内に在住するセルビア人に対する露骨な同化政策であると、セルア本国の民族主義者は強く反発。 クロアチア共和国内にありながら自治国家に参加していないセルビア人からも、トジマン政権からの最後通帳と受け取られる厳しい内容で、あ、クライナセルビア人自治区内のセルビア人からは、トジマン政権を第二次世界大戦中の外来国家、クロアチア独立国を指導した、クロアチア人組織、ウスタ社の復活であると激しく非難受けた。 クライナ・セルビア人自治区はこのトジマン政権の強硬姿勢に対して自治政府の機能を大幅に強化、セルビア主体のユーゴスラビア連邦軍の全面協力のもと民兵組織の装備を格段に充実させた。1991年6月25日、独立を規制事実化していたトジマン政権が自らの正当性と西側諸国との外交関係強化を狙い、 クロアチア共和国内でのクロアチア人による国民投票を実施。圧倒的な独立支持の投票結果を受け、ついにクロアチア共和国はスロベニア共和国と共に正式にユーゴスラビア連邦より独立を宣言した。しかし、同年7月、セルビア人将校を主体とするユーゴスラビア連邦軍が突如、 クロアチア共和国内のセルビア人保護を唱えしとザグレブへ侵攻。1991年10月、クライナセルビア人自治区のセルビア人勢力も大規模な武装放棄に踏み切り内戦が勃発した。当時クロアチア共和国では、トジマン政権の外交的成功により、緩やかな独立が既成実化していたため、 本格的な独立戦争などを想定しておらず、とりあえず独立国家の体裁を保つために、警察機構を総比的に強化した警察軍しか保有していなかった。これは、トジマン政権としては、東欧諸国の共産政権が崩壊し、西側諸国による冷戦の勝利が明らかとなる国際情勢下において、国際的にも独立に対してある程度の賛同を得ているクロアチアに対、 ユーゴスラビア連邦が軍事力による本格的な独立阻止の行動をとるとは想定していなかったためである。正規軍であるユーゴ連邦軍とユーゴスラビア二重火器等の軍事支援を受けたセルビア人勢力対し指揮を抑えながら装備的に劣るクロアチア警察軍とクロアチア人民兵組織は各地で激しく抵抗した。しかし首都ザグレブの陥落は免れたものの、 連日の砲撃に焦土と化した地方都市の惨状は無護たるものとなった。1991年11月 EU、ヨーロッパ連合の仲介を受け領軍は停戦に合意したが、軍事的にはクロアチア警察軍、クロアチア人民兵組織の完全な敗北であった。停戦監視のために国際連合保護軍が派遣される中、百九十一年十二月、 クロアチア共和国内のセルビア人勢力、クライナセルビア人自治区、スラボニアバラニア、西スレム自治組織が統合されクライナセルビア人共和国として独立を宣言。事実上の敗戦により、クロアチア共和国はその国土を大きく喪失することとなった。1992年1月、クロアチア共和国軍とユーゴスラビア連邦軍の停戦が正式に発令し、 クロアチア共和国は、名実ともに完全独立を果たす。1992年、直接選挙によりトゥジマンは、クロアチア共和国大統領に再任された。しかし独立は果たしたものの、セルビアによるクロアチアの再統合を標榜する、クライナセルビア人共和国内の民兵式は、依然として、軍事的な脅威であった。トゥジマンは、先の敗戦を教訓に、 セルビアの孤立を狙い外交戦を展開、歴史的につながりの深いドイツと友好関係を結び、ロシアを刺激するとして、ユーゴスラビア情勢への介入に消極的であったアメリカにも接近、ドイツアメリカ両国より重火器の供給と軍事協連を受け、クロアチア警察軍はクロアチア共和国軍に昇格主格弾に強化された。 1993年1月22日、クロアチア共和国軍は、国連管理下にあった、クライナセルビア人共和国に侵攻するも、セルビア人勢力に敗退、硬着状態が続く。同年、トゥジマンは、クロアチア人勢力が優勢なヘルセゴビナ領域に、ヘルセグイコールボスなクロアチア人共和国を樹立させた。そして将来的なクロアチアへの併合をシーアに、 ボスニア・ヘルツェゴビナ層に介入、同国内で劣勢に立たされていたムスリム人とも連携し、セルビア人勢力との戦いを優位に進めた。1994年3月、ロシアの仲介で、クライナ・セルビア人共和国との休戦協定が成立する。1994年10月、アメリカ・ロシア、国連、EU は、クロアチア共和国に対して、セルビア人に、 一定の自治を認める和平案を提示したが、トゥジマン政権はこれを拒否。クロアチア共和国は国内に配備されている国連保護軍こそが、クライナセルビア人共和国の既成事実化につながっているとして、国連による委任統治の中止、国連保護軍の撤退を主張した。しかし国連や米国の説得によりトゥジマンも妥協し、国連防護軍の駐留人員を3分の1に、 削減する様に要求するが、協議は平行線をたどる。そして、国連保護軍駐留の期限切れが迫る中、セルビア人勢力に対する国土回復の最終的な解決手段として、クロアチア共和国軍の大規模な反抗作戦を迎えることとなる。1995年5月、クロアチア共和国政府は、アメリカの支持を取り付け、停戦協定を破棄。電撃的に、 クライナ・セルビア人共和国へ侵攻した。圧倒的な軍事力を誇るクロアチア共和国軍の前に、セルビア人民兵組織は、初戦で戦意を喪失し、崩壊、早々に、セルビア本国へと退却を開始した。多くのセルビア人住民も追従し、長らく、セルビア人勢力の支配下に置かれていたヤセノバツなど、西スラボニア地方全域は解放された。 1995年8月、トジマンは残るクライナセルビア人共和国の全域制圧をかけて安定ゴ飛びな指導による嵐作戦を指示、数、装備に勝るクロアチア共和国軍は劣勢のセルビア人勢力にして決定的な勝利を収めた。クライナセルビア人共和国の崩壊により、クライナ地方のセルビア人住民の大部分、20万人、 難民としてセルビア共和国へ退避、セルビア人勢力の残した財産の60%は戦闘によって破壊され、残りはクロアチア共和国軍と警察が接収、クロアチア共和国政府によって売却された。東スラボニア地方では、クロアチア共和国軍とセルビア系勢力が停戦に合意、東スラボニアを明け渡す形で多くのセルビア人勢力及び、 セルビア人住民がセルビア本国へと退避した。同年11月、旧ユーゴスラビア和平協議の中で、セルビア系勢力は最後に残った東スラボニアの統治権を、放棄、2年以内にクロアチアに統合する。国際連合東スラボニアバラニア及び西スレム暫定統治機構 UNTAES が展開したが、1998年1月15日に、 東スラボニアの市政権はクロアチア政府に遺憾された。紛争前にはクロアチア共和国の人口の12%を占めたセルビア人は紛争後には5%以下に激減した。トゥジマンは健康状態の悪化にもかかわらず、1997年6月3期目に再選された。1999年遺憾のため入院。1週間後、 クロアチア最高裁判所は、トゥジマンを一時的労働不能と宣告し、行政権を議会議長、ブラトコ・パブレチッチに移譲した。トゥジマンは、軍事力に勝るユーゴスラビア連邦軍、セルビア人勢力との内戦を臆することなく一貫して、指導し、クロアチア独立の父としてその地位を確固たるものとした。その政治手腕は時として独裁的とも言われたが、 戦争を遂行する上で強力な指導力を発揮し、祖国を独立へと導いたトゥジマンは、今もクロアチア国内でその名声を称えられている。セルビア側からは大クロアチア主義を掲げた野心家と蔑まれているが、第二次世界大戦中に参加したパルチザンでの経験が彼の人格に及ぼした影響は大きく、その後の連邦における、クロアチア人とセルビア人の協力関係が、 祖国クロアチアの独立により失われたことには心を痛めていたとされる。国民に対し時には熱狂的に愛国心を煽りながらも、しかしその本人は単純な民族主義者ではなく、クロアチア民主同盟の幹部にも、連邦という檻の中で他民族が他民族を支配するのではなく、共に牢獄を出て対等に独立し協力する関係を築くべきであると、さとす冷静さを持つ人物であった。 セルビア人との民族紛争がその目的ではなく、クロアチア人という自民族の独立と安定こそがトゥマン自身の人生だったと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。